すいません、今日ジムで。はい。なんでですか。ジム終わったらもう家からどこ行くんですか。一回落ち着きましょう。ダメあ、なんか一昨日そのケイトンさんのソースを非常に憧れてるって言ってたので、今日はやってまいりました。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。ね、だからもう本当に今日クリスタルダイザーをちゃんと持ってきました。ありがとうございます。すみません、今日は。嬉しいよね。マジっすか。マジっす。これは一昨日であげたの。いや、これちょっといいですか、今一応なんか、あ、これを取られてですか。いやいや、それは構いませんけど。すみません、今日チームで。はい、いや、普通にね、普通によく来るんで。あ、そうなんですか。ああ、じゃあ、ちょっと体鍛えるところもね、取りながら、じゃあ。すみません、今日はありがとうございます。いや、もう凸を希望されてるなんてね。なかなか。希望じゃないんだよね。あれは、アンタッグ師匠が入れたんだよな。え。ハンバーグが言ったけど、だってハンバーグが中尾君が凸を希望しているし憧れてるっていうふうに言って、うちのコメント欄にも全部そればっかりですよ。中尾さんがハンバーグさんと来てくれっていうふうに言ってますんで、もう凸ですねっつって、私昨日おとといそのコメント読み上げてましたから。おとといですよね。はい、ありがとうございます。1個思ったのが、僕は今まで突撃みたいなのやってきてないんで突撃慣れしてないよね。慣れなさすぎて緊張してだから一回ヤバさんのところ行きなって。行きたいんですよ。だからお会いしたいんですけど、だからどこでどうしよう、だから凸してくださいっていうのを言っとかないと凸しに来ないから。もう憧れてるんだよね、ケイチョウの。いや、めちゃめちゃ憧れて。ただもうあんなのケイチョウの凸なんてもうこっちも目じゃないから、もうこっちの方がすごいから。するんだったらしに来てこいよ。でも50万を超えるね、チャンネル登録者数の人気 YouTuber のね中尾さんにこうやって、もう本当にこの度は本当にありがとうございますだけど、何ですか、もう。いやー、ぜひとも、これはね、もう今回ね、もうお近づきの印でこうやって。なんで、持って帰ってほしいですよね。ぜひ持って帰ってほしいですよね。そう、ぜひ持って帰って、これはもう本当に、もう中尾さんのものなんで。チームした後、もうありがとうございます。すいません、本当に。まさかチームですか。まさかチームです。それはもうホリプロさんの。こちらに見てあるんですか。はい、もう武田さんルートで。マジかよ。ハンバーグルートになるとバレるんで、この辺はちょっとハンバーグルートはやめときました。はい。じゃあお家の方帰りますか。はい。中尾さんのもう。ジム終わったんで、お家の方に。絶対帰んないですよ。なんでですか。ジム終わったらもうお家からどこ行くんですか。ね、お家帰らないんですか。帰りますよ。暑いでしょう、だって。帰りますよ。じゃあ帰りましょう。帰りますけど、今は帰んないじゃないですか。なんでですか。なんで家帰りたいんですか。だって、もうここジムも今日何分ぐらいやられたんですか。今日1時間半ぐらい。もうじゃあそろそろ帰る時間ですよね。じゃあ本当に帰る用意してもう一緒にこれ届けますんで。家族もいるんで。あ、ご挨拶しなくてね、ね、旦那さんがお世話になっておりますけど、ちゃんとやっぱ挨拶をしないと、それはやっぱり不義理、私そういう不義理大嫌いですよ。わかんないですけど奥さんがおられる。それで奥さんがおられて、だからそういう奥さんと奥さんにもちゃんと旦那さん本当お借りいたしましたっていうことで、ちゃんと不義理なことはいたしませんので、奥さんにちゃんとご挨拶をしたいと思います。大丈夫です、それは。なんでですか。おっさんしっかりするでしょ、本当に。トレーニングしたかどうかなんかわかんないんだから。奥さん誰なんですか。か？私わかんないですけど。わかんないですよ。いるんですか本当の奥さん？いますよ。知ってますよ絶対。誰だ？奥さん誰？わかんないなお子さんも奥さん。本当ですか？本当ですよ。そう、10年休んでたんで、もうその10年の間、ご結婚いつですか、されたの？僕も8年前です。ほらー、休んでるもん全然答えてるのも分かんないよ、8年前。刑務所ってテレビないんですか？刑務所なんか刑務所じゃない、俺、刑務所行ってない、普通に歩いてるわし、変なこと言わないで、8年前結婚して、ちょっと分かんないもん、そら。中尾君がね、誰と結婚されたの？誰ですか？誰ですか？いや、中里さん。リーザさんとご結婚？それが挨拶に貸していただかないと。一回落ち着きましょう。なんだ。落ち着いてますよ。もう分かったね、本当に。何が分かりました？ことが分かったでしょ？ことが分かったでしょ？ことは分かんないです。本当来られるのが迷惑だってことは分かった。なんで迷惑だ分かってそっちのことより見えて、私は引っ張ったんですよ、ハンバーグの2人で。ハンバーグの2人で言ったんですよ、ハンバーグが慶長あんっつって、憧れてるぞっつって言ったんだからちゃんと来たのに、なんですか、その言い方は。やばいわ、俺、2日後ですよ。ちゃんとお得意見て、もう2日後こうやって来てるじゃん。すごいですよね。なんすか。なんすかって。暇なんですか。あ、テレビないから、テレビの仕事ないから。たまにある。たまにある。じゃあもう本当ありがとう。こうやってね、初対面でちゃんと会わせていただいたんで、じゃあご自宅まで。なんで家なんですか。家はどこ帰るんですか。どこ帰る。家に帰ります帰りますけど。じゃあお供ですか。すいません。ばらまいてしまったんで、これはちゃんと自分が持ってかない。いや持って帰ります僕が。いや俺でしょこの人とじゃ。いけますよ。いけます。ブルこんなブルブルダメですよ。確かに。じゃあもう本当にあれじゃないですか。コラボ動画。あ、そうそうコラボ動画を、じゃあご自宅の方でね。じゃあ。いいですよ、ここでいいですよ。あっちのスペースにちょっと全部黒と赤の鉄ばっかりじゃん。じゃあ本当に何にも企画とかももうだからでも行きましょう。だからご挨拶だけ本当ご挨拶だけ。いやご挨拶なんでなんかなんで不都合なんですか。不都合じゃないですけど。どうですかその顔。帰ってください。なんでよ。なんでですか。帰ってください。だって帰じゃもう待って帰れ。だってさ、トツに憧れているっつってハンバーグと言ってたんですから、それはここで帰るわけないから。憧れてましたけど。いてよ。いてよ。なんだよ。お前のなんだ。いいよ。いいよ。筋肉より力あるんじゃねえのか。筋肉より。本当に帰ってください。じゃあ家はちょっとあんの？ああじゃあ腕相撲で勝ったらいらしてください。腕相撲でしょ？あいやこれなんですか？手押し相撲。手押し相撲。これ本当ガチですからね。俺今本当吉本1位ですから。僕じゃあこれもし勝ったら本当吉本1位。もう吉本1位です。だからそこはもう。衝撃なんだけど、ちょっと変だもん体が今。今まだ何が起きたかいまいちわかんない。全然撮影とかのつもりじゃなかったんですね。そう。今日普通に俺ら久しぶりジムでも行こうかっつって汗流そうかっつって来たら。焦ったマジで。たまたまお客さんマジで今日いなくてよかった。確かにそうね。言うもんじゃない。本当に心臓に悪いです。本当に大丈夫。俺も誰に凸とか、俺が凸するとか凸されるとかもう俺俺もどっち無理。両方とも。一つ恐怖症が出てるから、もうちょっとダメだ、本当に。エンディングも撮る予定じゃなかったから、もう何喋っていいかわかんないんだけど、子供の頃からね、見てたからね、うん、そういう意味では本当に、極楽とんぼってもう憧れは憧れだもんさ。で、加藤さんお会いしたことあるけど、山本さんにね、ああいう形だけど、お会いできたのって嬉しかったし、けいちょんチャンネルの皆さんももしかしたら見てくれるかもしれないんでね、僕も引き続き、けいちょんチャンネルを視聴者として応援していきたい。多分もう来るのは本当大丈夫。多分突撃の模様フルバージョンは多分フルなのかなんかどうなのか、今ちょっと分かんないの。これもどういう風になってるか。だけどこっちはこっちでありますし、向こうは向こうでまた新しい感じであると思うんで、そちらもぜひチェックしてもらえたらなと思います。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。もしよければチャンネル登録といいねボタンお願いします。みんな、俺疲れた。じゃあね。きつねそう。中尾さんさん、秋吉さんさん、きつねさんさん。中尾さんさん、秋吉さんさん、きつねさんさん。きつねさん。